はい、始まりましたモテチャンネルです。さあ今回は平和や皆さんこんにちは、早稲田語学塾代表の平です。よろしくお願いします。はい、森哲さん、今日はですねすごい動画になります。2025年、慶応を受ける人には全員に見てほしい、慶応大学を一般入試で突破するための大原則、合格の仕方になる、慶応に合格するってことを可能にする5つの基本原則がある。そして学部別に1個ずつデータを追って見ていきます。もうかなりこう丁寧に緻密に調べ上げて、で自分なりに入試問題なんかもこう見返して、でちょっとこう戦術上のね枠組みっていうものを考えてみたので、慶応をね受験する方全員にまあまあ役に立つものを提供できると思います。、はい、そしてね、まあまあ役に立つものだけじゃ足りないよ、もっと俺成績上げたいよみたいな方は慶応合格塾へいらしてください。まずね、第一に、まあこれは結構いろんなところで我々言い続けてるんだけど、早稲田より幾分か合格しやすいってことですね。はい、慶応もね、得点調整あるんです、学部によって。まあ大概の学部はやると思ってください。ただし、早稲田みたいななんか3科目全体で調整するみたいなことじゃなくて、あくまでも選択科目の中での有利不利が生まれないようにやる、まあシンプルな得点調整であるということ。で、早稲田をさ、俺がさ、森哲チャンネルとかでさ、成績開示データとかをさ、こうやると、こんな点数なかなか厳しい。厳しいよみたいなこと言うじゃないですか、うん、はい、そういうことになりにくいんですよ、うん、で、なんで慶応の方が幾分か受かりやすいかっていうと、問題の難易度の、それもまず1点目にあるんですよ。はい、まあ慶応の方が優しいことが多いですからね、早稲田より英語なんかね。そうなんです。2点目に、早稲田ほどね入試問題をこう研究されてないというか、研究されてないのか、もしくは慶応大学の入試の作文が上手なのかのどちらかだと思うんですけど、受験生の平均点がね高騰しないんですよ。早稲田とかさ、例えばだけど文学部や文化構想学部の国語とかって75点満点で50点とかになってきてるとかもあったりするんだけど、そんなことなくて慶応の平均点安定してる、これぐらいなら平均超えられるよねっていうところがあるんですよね。で、あともう一個、3つ目の理由として、人数が早稲田とは違うじゃないですか。あんまり僕は倍率の話とかはしないんだけれども、やっぱりさすがに早稲田とこう人数がかなり違うせいか、成績標準化みたいなことがあってもそれがえげつなく動かないんですよね。早稲田が成績標準化する理由っていうのはたくさん落とすためなわけですよ。だけど人数がある程度したら早稲田と比べるとだいぶ余裕があるから、人を振り落とす施策がそんなにえぐくないんですよね。その意味でも超えていきやすいっていうところがあって、これは本当にこうよくね数字を追っかけてくると見えてくるんですよ。はい、で、第2点目に、慶応を受けるんだったらせいぜい1つか多くても2つだと思ってください。これは早稲田と大きく違うところですね。早稲田のような受け方は慶応を目指す人はあんましないです。こちらご覧ください。これはね慶応がオフィシャルに出しているデータなんですけど、見ていただくと志願者総数が 37,600人で、志願者の実数が 26,000人、これね早稲田の半分程度です。併願率が 1.43 なんですよね。これ早稲田は2弱あります。だからそんなにたくさん受ける人がいないんだなと。で、このじゃあ受験者の中で見ていくと、もうこの志願者の中の 18,196 人、こいつらは単眼なんですよね。で、もう2学部併願者まで比べるともう 23,000 とか超えてくるんですよね。せいぜい1つか2つなんだと、受け方としては。早稲田みたいな受け方してないってことは、みんなどういう風に受けてるかっていうと、やっぱ早稲田を受けて慶応も受けてみるかとか、東大とか京大受けながら慶応も受けてみるかみたいな感じで、第一志望になりにくい大学なのかなっていうことが見受けられるというところです。行きたいけど一緒に受ける大学、そういう印象を受けます。第三に、他大以上に英語軸で勉強することがすごい大事になって、まあこれはもうね入試問題の配点からして英語200点、社会100点みたいな、そういったバランスとかが慶応の特徴なので、ほら早稲田とかだとさ、せいぜい英語75、国語50とかさ、そんな感じだったりするんですけど、点数のボリュームがでかいんで、そう考えると英語を軸にやっぱ勉強するってことがとても大事になってくるということなので、まあ森田先生のね教材とかを使ってね、ぜひね勉強することがすごくね生きてくるんだよっていうことだったりします。第4に、小論の勉強をサボらないこと、はい、これも大事です。小論ね、配点としてはそんなに大きくないんですよ。せいぜい全体の配点の中の4分の1とかなんですよ。なんだけどサボるとねしっかり足引っ張ってきます。結構適当にやる人多いんだけど、勉強の仕方もわかんないしってことで、なんとなくなんか自分の日記の延長みたいな感じで書く人多いんだけど、それじゃ全然ダメで、こう勝ちに行く科目じゃないけど、しっかり守らないとしっかり足引っ張られる科目だから、この9月とかね、そこいらからしっかり勉強しておく必要あります。現代文のベースメントがあればしっかりと成長できる分野なので、うん、ぜひ頑張っていただけたらと思います。はい、慶応合格塾へいらしていただけたらと思います。ゼロからねもう入るだけで最後までサポートしますん で次に5番目、これは結構慶応文学部とか、あと慶応経済とかね、この辺りで顕著に見られる現象ではあるんですけど、記述問題多いんですよ。あの次第
大っていうとどうしてもマークのイメージが皆さんあると思うんですけど、慶応ってね結構記述多いです。特にね文学部とかで結構人気あるんですけど、ほぼ国立なんでなのでしっかりとした記述問題トレーニングが必要になってくると。まあこういうところもね、実は慶応を併願するのが少なくなる理由の一つではあるんですよね。こう次第をこう目指している人が記述主体の入試問題を見た時にやっぱり避けたくなるっていうかね、そういったところもこうあるのかなというところですかね。こっからこう数字を追っかけていく上で見えてくるんですけれども、数字見てるとね、平均点プラスあと数問で受かるんですよ、各科目。結構ほら慶応大学合格っていうとすっごい力を持って受験生の中でも、もうしっかりと勝ち抜いていかないと合格取れないんだとか思ってしまいがちなんですけど、慶応義塾大学配点でかいです、本当に一問一問ので。合格最低点や平均点を見ていった時に、この平均点で、でこの合格最低点を超えていくためにはってことで考えると、各科目あと数問ずつで済むなっていうところを皆さんに見せていけると思うので、平均点取ろうぜっていうのはそんな無茶な話じゃないじゃないですか。あともう 4,5 問とそんなところで合格できる世界観なんで、そこをねちょっとこう表現できていけたらなと思います。この6大原則しっかりとね、いつの間にか6になって、あのね俺も今思ったのよ。まず慶応文学部から見ていきます。慶応文学部2月15日が入試日になってます。で、まあ英語、社会、そして小論文が試験科目になっているんですが、2024年のデータ見ていくと350点満点の試験で、まあ、203点をね取れば合格でしたよって。ここ4年間の、まあ、合格最低点見ても2年以内は合格最低点がちょっと低めに出ているかなという印象ですけれども、にしても、まあ、350分の例えば2020年の250、まあこれはちょっと高すぎたなぐらいなところで、まあせいぜいこの2021年から2024年の間のここあたりの、まあ得点が合格最低点になってくるかなという印象です。で、この2024年は、日本史世界史は成績補正がありました。ない時もあるんですけど、まあ特徴として平均点の差が10点ぐらい開くと、まあ補正を入れる傾向にありますね、慶応文学部はね。非常に慶応文学部、平均点がすごく低いです。150点満点で24年は 62.73、うん、2023年も66.61 なんですね、はい、これ記述問題がそのスタイルであるがゆえなのかどうなのか、やっぱり何が理由だと思いますか。いや難しい、そもそも難しい、舐めてる人が多すぎる。しかもまあ今回は自由英作文入ったんで初めて、うん、だから当然できなくなったというか下がって当然だろうなっていう感じですね。自由英作対策なんかやってこないですから慶応文受ける人は、はい、なんでまあ英検とかね受けてそういった勉強してきた人が有利だったと思いますね。なるほど、わかりました。まあ次から英検入りますからね、慶応文には。慶応文学部の平均点ちょっと足してみて欲しいんですよ。まあ日本史世界史はねちょっと間を取って、じゃあまあ52としましょうかね、まあ53にしようか、53とした時に62と53で115、小論の平均点も足すと167かとかになるんですよ。でこの数字って合格最低点の203点と比べると約40点ぐらいの開きだなって考えた時に、英語、社会、小論であと10点ちょっとずつ取ると合格になるんですね、うん、であの問題数とこの配点の大きさからあと40点弱取るためにはっていうことで考えると、せいぜいね問題の数から逆算すると3、4問ずつぐらい各科目で平均点以上取ると達成できてくるんですよね。そう考えるとね、平均点よりあともうちょっとぐらい取れたらってとこではあるんで、こう英語とか日本史世界史でまあもう3、4問5問取ろうよみたいな、平均点よりもそんなに無茶な世界観ではないので、まあちょっとこう目指していただけたらなと思いますね。まあただちょっとやっぱり文学部の場合はね、まあ小論もそうですし英語もそうなんだけど、結構記述問題主体なので、何をもってこうあともう数問っていう風な言い方をするかってところではあるんですけど、まああともうちょっと部分点取るとかね、そういうところでこう実現できるのかなという印象ですかね。そうですね、だから軽文で3問とかは言えないんですよ。部分点3問取ったらドーンそう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 3問取ったらものすごい、だからまああとちょっとずつ部分点取るみたいなことだよね、うん、続きまして慶応理工学部、こちら2月12日になります。でまあここはね以前別の動画でもお話したことあるんですけども、慶応大学がもうねどこの学科が有利かみたいなことを受験生に知らせたくないから、学科別、まあ論系って言ったかな、まあ学科みたいなもんですね、学科別でのこう平均点出してないんで、オフィシャルに発表されてるのが合計は発表されてて 282.83 点であると。トータルで500点満点点の中で 282.83 点、これが24年の平均点ですと。合格最低点が321点なんですね。ここもねだから平均点よりあともう40点ってことで考えると、各科目平均点プラス10点を取る、理系科目でプラス10点ってね本当にあとちょっとしたことですよ。慶応理工学部はもう英語も難しい、数学も難しい、物理も科学も難しい、だけど合格したい人っていうところで考えると平均点まず取ろうって、
もう我々ね、ずっと言ってきてます。我々が目指すのは満点ではない、平均点だってもうずっと言い続けてるんですけど、なんかじゃないんだけどね、はい、本当に平均点なんですよ。まず平均点取れたら合格の背中ってあともうちょっとなんだよね。特に理系の場合は本当にあとちょっとしたことで受かったりするからね、うん、10点なんかポンって伸びるから。続きまして慶応経済いきます。こちら A 方式 B 方式ともに2月13日の、受験日になります。まあ、この2月13日の受験日なんですけど、まあ、この試験 A 方式 B 方式見ると、まあ、B 方式の方が高く合格最低点は出がちですよね。でも一方でね、平均点はね B 方式の方が低かったりするんでね。 A 方式は割と英語数学小論っていうところで、国立の滑り止め軍団はこっちで受ける人が多いかなと。で、まあ、私文と言われる人たちは B 方式で受けることが多いかなというところなんですが、まあ、皆さん一応ねこれ平均点合計2024年の分もね出してあるんですけど、 A 方式が 240.3 B 方式が 223.6 って。ただ慶応経済のね平均点の出し方でちょっとからくりがあって、ダメな受験生は一旦省いて汲み取ったやつらだけでの平均点を出してるんですよ。これどういうことかっていうと、 A 方式は英語と数学の得点が一定以下の生徒は切り捨て、これそれぞれ大問1番から3番で、つまりは英語だったらまあリーディングパートですよね、までを一旦採点して一定の基準に満たしていない生徒はもうそれで切っちゃいます、あともう採点しませんってなっちゃうのね。これまあリーディングパート90点分あります、200点満点で。でライティングパートが110点分あります。このリーディングパートでまあ足切りにならないところに自分の得点力を持ってかないと、そもそもライティング採点してもらえないという風な ね、まあちょっと形式は変わってるので、今ライティングだけじゃなくなりましたけど、大問4が今変わってますと、和文訳ではなくなってますから、あのリーディングですので。で作文で引用の例がなくなったっていうのが厄介で、その具体例なくなりましたので自分で引用の仕方を覚えていかなきゃいけないっていうのが受験生たちにとってはかなりきついと思います。続きまして慶応の SFC 二学部行ってみましょうか、うん、こちら環境情報学部が2月18日、総合政策学部が2月17日になります。 SFC は受験スタイルが4タイプあるんですけども、情報とね小論文で受けれたりもするんですよっていう風なこともあるんですけど、まあ大概の人は英語小論文もしくは数学小論文のスタイルで受けるのかなというところですよね。英語200で小論200もしくは数学200小論200ってことで、まあ120分でまあ400点満点なんですけれども、まあ400点満点の中でまあこのような合格最低点で合格できるというところで、まあ結構そのまあだから6割ちょっとあればみたいなところとかね、まあ7割も取ったらまず間違いなく合格っていうところではあるんですけど、長文中の中で出される空所補充、あそこも結構バリエーション豊かだなと思ってて、なんか語彙で行くものもあれば文法力で行くものもあればみたいな感じで、うん、はい、まあ、長文中で文法力も通ってるんだなみたいな、まあ、めっちゃむずい語彙も出ますので、うん、そこは要注意。ただ過去問やれば好きな単語っていうのがいっぱいあることがよくわかります。これね特徴的なのは小論の配点がすっごいでかいんですよ。 SFC は起業家志望の人を求めてるだけあって、もうほんと見てみてほしいんだけど、なかなか解けるもんでもありません SFC の小論文。あれでね6割オーバーとか出すって結構難しいですよ。あの SFC 受ける人は他の学部とはちょっと桁違いに小論がかなりこう鍵握ってくると思ってください。多分僕の見立てだけど英語より小論の方がかなり分けてくる可能性あるんじゃないかなと見てます。本当にできるやつとできないやつね真っ二つに分かれると思う。で続きまして慶応法学部に行きます。2月16日が試験日なんですけども、慶応法学部ご注意ください。2025年の入試からちょっとスタンスが変わってきます。配点とか時間配分が、英語は80分200点満点のまんまなんですけれども、日本史世界史小論文このあたりが変わってきます。日本史世界史が90分で150点満点に変わります。今まで100点満点でしたよね。で、これは何が変わるかっていうと、論述問題が新しく入るんですね。慶応大学が日本史世界史それぞれ論述問題でこんなもの貸しますっていうサンプル問題が出てるんですけど、おおむね250字から300字ぐらいのものを貸してくるんですけれども、難易度的にはね、上位国公立大ぐらいのレベル。決して簡単じゃないですね。ただ、そのメタ認知的な能力もね、こう試されているような論述と比べると、そういうわけではないんですよね。歴史のなぜと流れっていうものを知識を一つ一つね表現しながら丁寧に説明できますか、なぜこうですか、どのようにこうなりましたかを説明する能力というかね。ただやっぱりその一朝一夕にできるような問題ではないです。だから、まあ、論述の問題集を2冊ぐらいはやっておきたいかなというところですかね。まあ、こちらね今年までは200、100、100で400点満点だったんですけれども、400点満点の中で合格最低点がせいぜい6割ぐらいなんですよね。これまあなんとかなる数字なのかなと、合格最低点で。で平均点見ると法律学科と政治学科で
それぞれ平均点出してるんですけれども、英語が120ぐらいと、日本史、世界史がまあそれぞれ40点強ぐらいとしようか、まあ160ちょいぐらいになって、で、小論が48点で、まあ208点とかになるんですよ。平均点が約208点と、まあ210としましょうか。合格最低点を240としたときに、あと平均点からもうプラス30点やそこいら取ったら合格できる。各科目あともう10点ずつ取りたいよ。あともうちょっとのことなんですよね。平均点プラスアルファをちょっとずつ積み重ねると合格できるんだっていう数字。なんとかなりそうな気がしてきません？平均点プラス10点ぐらいみたいな。そういう世界なんですよ。合格ラインが。あと、法学部は小論文がね、時間がね、昨年までは90分100点満点だったのが、60分100点満点。時間が変わるんですよ。で、ここがちょっときな臭くって、今の法学部の小論文って文章量及び書く量的に、まあ90分は絶対必要だよなっていうようなボリュームなんですよ。それを60分にするっていうところで考えると、もしかすると文章の長さ、そして記述のボリュームを下げてくる可能性が高いかな。今ね、同じスタイルなのが、慶応経済がまさにそうなんですよ。60分でなんです。で、100点満点ってことなので、だからちょっとこう、慶応経済のスタンスはちょっと練習しておいてほしいです。ただ、経済学部で出されてくる課題文と比べると、慶応法学部の課題文、絶対的にむずいものが来ると僕は予測しているので、まあ、あくまでも求められる記述のボリュームは減れども、レベル感っていうものは過去問の法学部でやっておいた方がいいです。で、最後に、慶応商学部いきます。慶応商学部は、まあ、英語、そして社会、そしてまあ論文テスト、もしくは英語、数学、論文テストっていう形になるんですけれども、それぞれ英語が200点、で、選択科目が100点、で、論文テストが100点ということになります。社会科3科目は、科目別の平均点は出てなくて、まあ、日本世界史地理のまあ平均点のまあ一番真ん中のところで取ってるんじゃないかなと思われます。60.27。で、英語がね、116.21。で、数学が 48.18 と。まあ、英語が200点満点で、社会が100点満点の中で、まあ、これくらいかというところですよね。論文テストが100点満点で 64.03 と。論文テストっていうのは、大問2が鍵なんですよね。暗号の解読とか、際物で出てくる年っていうのが何年かに一度あるんですけど、そういう時は平均点がガクッと下がりがちなんです。結構まあ、ちょっとの数学の知識と、それからまあ、国語の延長線上みたいな問題で来る場合は、まあ、大体このね、64点とか、まあ、6割台に平均点が来ることが多かったするので、論文テストは7割以上は取りたいし取れます。次に英語なんですけど、まあ基本的なものですけど、記述ができない人がとてつもなく多いので、記述の勉強をちゃんとやっておくってことがめちゃめちゃ大事になります。平均点と合格最低点の具合を見ていきたいんですけれども、英語がね116、社会が60で176ですよね。で、まあ、B 方式で見ていきますね。176足す論文テストの64をすると、まあおおむね240点ぐらいになるわけですよ。で、合格最低点がまあ290点だと、2024年は。あと、もう50点取りたいよねってなった時に、平均点と比べると、まあ、各科目20点は必要じゃないんだけれども、各科目あともうプラス20点ずつ欲しいよね、みたいになってくるんですが、でもちょっとこれ厳しいんですよ。そこで何が鍵になってくるかって言うと、やっぱ英語なんですよね。英語でね、これ200点満点中、まあ、116が平均点なんですけど、まあ、ここでさ、英語が得意で7割超えてきて、例えば7割5分取って150とかになったりすると、基本的にマークですからね、ここだけで平均点プラス34点とか取れたりするわけなんで、慶応商学部の英語で高得点を上げると。で、上げられる科目があるので、慶応商学部の英語の場合。ここで取ることが非常に重要になってきます。で、あとは、まあ、社会科と、論文テストでもうちょっとずつ取るとかね。まあ、そういったところでこう、勝っていくと。慶応商学部の場合は、平均点がこれぐらいだと仮定したらば、英語でガツンと取ることがおすすめです。社会科と、もう論文テストは、もう平均点が6割に達してるんで、これはもう、早稲田のね、理論にもちょっと近くなってくるんですけど、ここでこう、上背足していくのって、なかなかちょっとこう、無理がある部分もあるから、もうせいぜい社会科と論文テストは、まあ、7割超えたらもう十分だ、みたいなところで、なんならもう、最悪、2、3点足りなくても、みたいなところで、英語で高得点上げていくことを、こう、狙っていくことをおすすめします。以上のような戦術を持って、慶応合格塾ではね、生徒を指導しておりますので、ぜひ慶応大学合格したよって方、一から育ててほしいよって方、慶応合格塾をクリックください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Thank you for watching.